タイガ君、早くいらっしゃい。あなたも出撃するのよ。これで行こう。あなたの期待に応えてみせます。ここでやらなきゃ侍じゃありません。タイガ君、この2日間でずいぶん頼もしくなったわね。あなたならきっと他のみんなも認めてくれると思う。そっか、期待してるわよ。ニューヨーク歌劇団は帝劇よりパリよりもド派手ですよ。人生はエンターテインメント。It's show time! ラチェット、出撃命令よ。いいね。初めて出撃命令1話で主人公が言えないんだよね。 OK、サニーサイド。ニューヨーク歌劇団星組、出撃よ。よし、ここは大きな声で。イエスサー。いい返事よ、タイガ君。その調子で頑張りなさい。威勢だけはいいみたいだね。まあ、頑張んな。その威勢が虚勢にならないことを祈ってるよ。この3人に認めてもらうことが最初の進次郎の課題ですよ、星組としての。さあ皆さん、ここからもうね、1話で山が来ますから。桜5は進次郎がどうやって一人のスターになっていくのか見ていってください。サジータさん、スバルさん、見ててください。僕頑張ります。シリーズどれもね、出撃シーンはかっこいいけど、やっぱこの5はね、戦闘に来たところでどんどんこう高ぶってくる、熱くなるっていうのがね、あーかっちょいい。進次郎が登場して乗り込みました。海底の時間だ。いやー、この周りを固めるね、サジータやスバルたちもかっこいいけどね、全員もうその熱き血潮2のあたりから漁師甲冑のかっこよさがさらに格段に増したよね。さあ九条スバル、はい、出撃ですよ。スバルさんのかっこよさも皆さん目が離せませんからね。そしてについてきてってことですね。ラチェット・アルタイル、ニューヨーク歌劇団星組隊長、ナイフを武器に戦います。さあ、エイハブにスターが登場しましたね。この曲もね、やっぱりこう戦闘に向かっていくこう熱くなる感じがね、なんていうかな、またそのテートの時の戦闘の楽曲やパリのとはね、またこう一度こうピッチが、心臓のピッチを高めてくれる感じがあるよね。終了、オールグリーン、スリングカタパルト、アピアランス。さあ、リトルリップが競り上がりました。あ、夜の出撃シーンかっこいいな。やっぱこれを描きたかったんだろうな、ニューヨークを舞台にすることによって。このネオンのね、輝きとかさ、パリとかってどっちかっていうと落ち着いたおしゃれっていう感じがあってね。だからこのニューヨークみたいにビカビカキラキラしたネオンのね、うわすっげえな、このカラーリングな。シアター、リフトアップ、エイハブ発進、クリア。Showtime! エイハブ、イグニッション、ゴー。さあ、エイハブが飛んでいき、タイガ進次郎初出撃です。さあ、
まず隊員の状況からチェックしましょうか。まあここはだいたい、おお、もうレベル2に上がりましたね。タイガ進次郎がまさにホープとなりゆくストーリーを見ていくことがここまでできましたね。でも皆さん、真骨頂はここからですよ。進次郎がね、本当に活躍するのはこの後です。はい、では自由の女神をニューヨーク歌劇団は守ることができるのでしょうか。ゲームを再開。5月、リバティ島。悪年期が自由の女神を襲っていますね。自由の島、自由の女神、バカじゃない。なるほどな。まあこういう象徴こそ標的にされるんだろうな。自由なんてくだらないんだよ。だから壊して粉々にさ。はあ、いいね。ラチェットのイーツショータイムが一番かっこいいね。ああ、4つの光がリバティ島に着きました。ニューヨーク歌劇団、レディーゴー。ああ、いいですね。これがニューヨーク歌劇団星組1個目のね、桜大戦シリーズでの出撃シーンですね。さあ、戦闘ラチェット隊長を中心にね、4人の隊員がリバティ島に降り立ちました。私たちの自由の象徴に手を出そうだなんて、いい度胸してるじゃないか。今すぐにでも判決を言い渡してあげるよな、ラシッド。少し心ここにあらずですね。君らしくないな、ラチェット。戦闘中に集中力を欠く。問題があるなら撤退すべきだ。これがちょっとニューヨーク歌劇団のスタイルなんですよね。大丈夫、さあみんな行くわよ。この冷淡なスバルとサジータの行動態度がね、この後どうなっていくかっていうところと、ラチェットがね最後まで戦えるのかというところにちょっと注目していきましょう。ラチェットアルタイル、さあ行きますよ。あ、自動ですね。そうなんですよ。普段は隊長として他の隊員を指示するんですけれども、今回は自分が隊長じゃないので動かせないんですよね。ちょっと弱気な発言ですね。九条スバル、マイル。自分でセルフで言っちゃいましたね。いやー、スバル強いね。やっぱ攻撃範囲がアイリスみたいで、攻撃力はカンナみたいなんですよね。さあ、悪年期もニューヨーク歌劇団に攻撃してきます。遠距離でも攻撃できる機体もいるんだね。ちょっと狙われるね、スバルはね。さあ、改定の時間だ。サジータ、ワインバーグ。いきましょう。必殺はね。これがこの世のルールさ。あっけよき。罪を償え。バーディクトチェイン。いやー、かっこいいですね。一撃、ああ、一撃じゃないか。惜しいね。そこ、まだまだ、どきなさい。今の私でもこの程度なら。スバル、気づいてるか？今日のラチェット、いつもと様子が違う。動きにキレがない。この程度の敵に手こずるなんて。ああ、
彼女はおそらく。サジータ、スバル、今は戦闘中よ。死後は慎みなさい。ラチェット、もし何かあるのなら戦闘中よ。同じことを二度も言わせないで。ちょっとラチェットも強情だな。イエサ、対撃行動開始。よし、敵を撃破しなさい。もちろん了解です。さあ、タイガ進次郎の藤山スターが行きます。もうどんどん倒しに行きましょう。連携攻撃がちょっと違うっていうのが分かるでしょうか。こうやって他の隊員とつながるんですよね。ラチェットは今選べないんだね、はい、スバルと進次郎の間にね、ちょっと青い線があることが分かると思うんですが、こうやって自分で任意で連携攻撃をすることができます。やってみますね。行きます。砕け散れ。だから今までは連携攻撃っていうのはランダム要素があったんだけれども、こうやって任意でやることができます。ただ一旦に1回しかできないんだよね。どんどんね、倒せるときは倒していきましょう。やった、僕にもできた。タイガ君、いい感じよ。その調子で頑張りなさい。はい、了解しました。タイガ進次郎、戦闘に戻ります。今回の敵も大したことなさそうだね。わざわざ坊やを連れてくるまでもなかったんじゃないの。むまあ、舐めてかかると痛い目を見ますよね。僕たちに歯向かうやつがいたとはね。強力な揚力反応あり。上空に何かいる。おお、気づいたね。大きい悪念機が出てきましたね。悪念召喚ギャラン。ガランかな。英語だと逆に分かんねえな。お前、何者だ。僕のことを知ってどうするつもりだい。ここで死ぬのにさ。さあ、振り下ろされてラチェットが、スターが、ラチェット隊長。異変を感じてるね。こんなに早く霊力が尽きるなんて。お願い、お願いだから動いて。ちょっと泣いておくれよ。可愛い声でさ。ラチェット隊長、今行きます。バカ、行くな。坊やの手には負えない。あいつの餌食になりたいのか。何言ってるんですか。早くしないとラチェット隊長が。行動不能の機体のためにもう息潰すわけにはいかない。戦力の浪費だ。そんな。そろそろ仕上げといこうか。危ない。ラチェット隊長、迷わず行きましょう。させるか。あー、かっこいいね。間一発危なかった。なんて無茶な。坊やのやつ、なかなかやるじゃないか。ラチェット隊長、大丈夫ですか。すぐに救助します。バカ、何
しっかりしてください。僕の声が聞こえますか？ラチェット隊長。タイガ君。ラチェット隊長。何を考えてるの？まだ戦闘中よ。ですが、僕は。僕はあなたを失いたくないんです。だからって戦闘中に無謀すぎるわ。それでも構いません。僕が犠牲になったとしてもあなたは守ってみせます。いい加減にしなさい。犠牲になるだなんて軽々しく言わないで。残された者がそれで幸せになれるとでも？あなたが倒れたら私たちは。ラチェット隊長。さあ戻りなさい。早くしないとあなたも。ラチェット隊長、まずい。早く手当てをしないと。ここがもう5の最大の名シーンと言っていいと思うんですよ。エイハブ、こちら退学機。ラチェット機の回収をお願いします。何をしてるの？早く行きなさい。これは隊長命令よ。その命令には従えません。一人だろうと100人だろうと関係ない。目の前にある命を見捨てるなんて僕にはできません。わかったわ、タイガ君。でもいい？次の命令だけは聞いて。タイガ君、今よりあなたに星組の指揮権を移譲します。え？なんだって？正気か、ラチェット。タイガ君には諦めない強さがある。あなたたちだって今目の前で見たはずよ。この時スバルは何を考えるのかね。タイガ君、みんなをお願いね。隊長、しっかりしてください。指令、わかりました。ラチェット隊長、僕、やってみせます。こうして、新しい隊長見習い、タイガ進次郎が誕生するんですね。サジータさん、スバルさん、僕の指示に従ってください。一気に雑魚を片付けましょう。スバルは言った。了解。お手並み拝見と行こうかね。タイガ君、ラチェットの指示だ。星組を指揮してもらう。ラチェットが抜けたことにより戦力が低下している。隊員同士協力してほしい。はい、粉骨砕身の覚悟で頑張ります。予測通り、君の出番だ。よし、さあタイガ進次郎初指揮ですね。行きます。砕け散れ。よし、連携使えばやっぱり結構どんどん撃破できるね。呼吸を合わせろ。はい、こうやって自分たちで連携攻撃を選べるっていうのは戦闘の内容がね。僕の動きを合わすとはそれなりの訓練を受けてきたようだね。なるほど、連携攻撃を2回やったから信頼度が上がったのかな。これでも軍人です。僕だってやればできるんですよ。スバルは忠告する。一度の成功は偶然に過ぎないと。
確かにね、僕に認められたかったら結果を示せ、全てはそれからだ。ニューヨークの悪は私たちが裁く。これがこの世のルールさ。アッケウキ、罪を償え。バーディクトチェイン。さすがですね、サジータさん。敵を撃破しましたよ。この程度で褒めるとは、私をバカにしてるのか？いや、バカにだなんて。ふん、ラチェットに比べればまだまだ甘いところが多いし。覚えておけよ。まだ私はお前を認めてないんだからな。いいですよ。この戦いの中で認めてもらいますから。ふん、やれるものならね。じゃ、戦闘に戻る。せいぜいいい指揮を頼むよ。まだまだね。ちょっと距離があることがわかるよね。進次郎たちと、進次郎とね、サジータ、スバルとの間にね。行くよ。はい。よし、雑魚は片付けた。残りは上空のあいつだけだ。だけど、あのコード、どう戦えばいいんだ。ラチェット隊長、もういいんですか？なんとか。大学。その一言を言ってもらえるだけでもね。さあ、早くレバーを空戦形態に変形できるわ。それで敵を追いなさい。さあ、ここが桜大戦5の戦闘の大きな特徴ですよね。この機体、飛行機に変形できるんですか？よし、これならいけるぞ。大学、立ちなさい。命令よ。イエスサー。レバーを倒して変形。よし、行くぞ。これか。うおー、チェンジ、フライトフォーム。さあ、量子甲冑スター、空中戦に向けてフライトフォームに。面白くなってきたね。本当に面白くなってきたね。そうなんですよ、これが特徴で、5からは空中戦もできるようになったんですよね。ニューヨーク歌劇団星組、行きます。目標、悪年少期の撃破。イエスサー。大河君、空戦形態の操縦はわかる？よければ教えましょうか？そうですね、ちょっとここはね、他のシリーズと違うので見ていきましょうか。お願いします、ラチェット隊長、教えてください。じゃあよく聞いて。基本的な操縦は地上と同じで高度値を消費して行います。そうね、サジータ、空戦形態での移動と攻撃を大学に見せてあげて。よく見ておきなさい、坊や。移動は上昇と下降、そして旋回が基本になっている。このように敵を囲んで回っていくような形なんですよね。攻撃方法も陸戦形態とは違う。ミサイルを使うから離れた敵にも攻撃が可能だ。マーカーのある敵にスターの照準が合わせるとロックオンが完了。照準が確かに出てますよね。で、マーカーが出てる敵を見て、マーカーがいくつかあるときは方向キーの左右で攻撃対象を変更できる。こうやってどの敵を狙うかっていうのを自分で操作できるんですよね。敵をロックオンしたら丸ボタンを押して攻撃、回数に応じて行動値を消費する。まあこんなものね、必殺攻撃や連携攻撃も使えるからいろいろとやってみるといい。というふうに、まあ基本は
地上と同じなんだけれども、旋回っていう形と、まあ、ロックオンしていくっていうスタイルになってくるんですよね。残る問題は、あの巨大な悪念正気の対処ね。スバル、何か手はある？一つだけ。いくら巨大といえども、装甲の薄い箇所があるはずだ。見たところ、両の手、首、それと頭部。なるほど、そこを中心に攻撃していけば、正気があるかもしれませんね。ではこれより作戦を開始します。目標は敵悪念正気、ニューヨーク海域だ。レディーゴー。はい、じゃあタイガからの順番ですね。ちょっと見やすくするために戦況のやつを見てみますね。今ニューヨーク海域団がいるところが手前で、こうやって頭とか首とか両手とか背中がターゲットになってきますね。上空の巨大な敵を撃破しなさい。空中戦は慣れていないかもしれないけど、あなたならできるわ。ちょっとラチェットやっぱ苦しそうだよね。とんでもない機体のデカさだよな。なんてパワーだ。大河君大丈夫？はい、やはりただの悪念機とは格が違いますね。敵の強さにおじけづいた？勝てないと思ったら絶対に勝てないよ。うん、いいこと言うね。彼の手には余る敵だ。タイガ、無理に戦線に加わらなくてもいい。くっ、最後まで戦います。僕だって星組の一員なんですから。うん、自覚はあるようだね。だったらその気持ち結果で示さないとね。ここは戦場なんだから。タイガ君、あなたならできると信じています。私の期待に応えてね。うん、期待してくれてるんだね、ラチェットさん。はい、タイガ進次郎、頑張ります。こうやってね、まとめて一気に攻撃たくさんできるのが5の連携攻撃のいいところなんですよね。今緑のマーカーが画面に3つついてますが、こうやってスバルとシンジロ、今シンジロちょっと画面外で見えにくいと思うんですけど、上の方にいます。で、3個の敵を挟もうと思います。呼吸を合わせろ。はい、この演出もまたね、空中戦のワクワク感があるよね。うん、いかにそのスバルというのがね、強い存在かっていうのが分かるよね、こういう言葉からもね。うん、雑魚を早く処理しないとね。お、手を潰したね、連携攻撃2回で。タイガ君、これであの悪念正気は右腕部がウワンブって言った方がいいかな、ウワンブが使えなくなったはずよ。この調子で他の部位も壊していけばきっと撃破できるわ。はい、わかりました、全力を尽くします。今の効果音あれだね、連携度アップの効果音ですね。うわー、ニューヨークの街って明かりがたくさんあるんですね。うん、そうだよね、空中戦だとこういうなんか演出の豪華さがいろいろ見れていいよね。いやー、プレステ2ですよこれ、皆さんよくできてると思うよね、本当に。子供か、まったく、何のんきなこと言ってるの。でも僕思うんですよ、この明かりこそがニューヨークの力強さじゃないかなって。うん、なるほどな、この明かりを守るために戦うんだろうな、進次郎は。これからね、確かにあの明かりこそが星組の守るべきものだからね。はい、そのためにもあの悪念正気を撃破しましょう。行きますよ、サジータさん。ふっ、やる気だけは一人前だね。
なんだあれ、装甲の下から何か出てきたぞ。タイガ君、あの球体から強力な揚力反応が出てるわ。もしかしたら悪念召喚の動力に関係があるのかもしれない。動力ですか、弱点かもしれませんね。攻撃してみます。なるほどね、ここが本体に当たるんだな。いや、これだけでけえもんが落ちたらインパクトがすごいよな。あ、この絵壮観だね。スターから見下ろした悪念召喚。あー、よく作り込まれてるな、やっぱ桜5はね。やったのか。何者だ。約束の日は近い、残り少ない日はない、せいぜい堪能するがいいか。約束の日、どういうことだ。エイハブから見てたわ。よくやったわね。ラチェット隊長、怪我は大丈夫ですか。平気よ、なんとか一人でも歩けるわ。よかったな。いや、シンジローがもしあの行動をとっていなければ、今頃ラチェットはどうなっていたでしょうね。でも正直びっくりしました、いきなり隊長の代理だなんて。あなたは十分に責任を果たしたわ。星組の隊員としても、私の代理としても。そう言ってもらえると報われるよな、ラチェット隊長。それじゃ、いつものやつやりましょうか。お、いつものやつが見れますよ。いつもの？大学もこっちにいらっしゃい。きっとラチェットは帝劇で教わったんだな。みんな行くわよ、勝利のポーズ。決め。これがタイガ進次郎が初めて参加した勝利のポーズですね。大神と同じくちょっと置いてかれてる感じがありますね。前略、母さん、あの一件があってようやく僕もシアターの一員として認められました。モギリの仕事してるね。いらっしゃいませ。お客様は右手の扉からお入りください。右の扉だね、ありがとう。今日も楽しみだな。はい、チケット。はいはい、ちょっと待ってね。君は左の扉から入ってもらえるかな。そうそう、この前なんかシアターのみんなが歓迎会をしてくれたんですよ。それじゃあタイガ君の着任と自由の女神の無事を祝って、乾杯。乾杯。いいね、嬉しいよね。タイガ君、ちゃんと楽しんでる？いや、このラチェットさんの笑顔を守れたっていうのは大きいよね。なんかこう大神から見たアヤメさんをちょっとこう想起してしまうよね。あ、ラチェットさん、はい、とても。それはよかったわ。実はね、あなたに話しておきたいことがある。お、なんでしょう。なんでしょう、同じこと言っちゃった。大学には今後もニューヨーク歌劇団星組として頑張ってもらうことになった。あ、嬉しいね。本当ですか。ラチェットを救った大河の功績は大きい。当然の結果だ。なんかこの辺でもう結構スバルさんが少しずつ認めてくれてるのがわかるね。戦い方の是非はともかく、坊やの根性だけは私も認めるよ。サジータもね、少しずつこう認めてくれてるね。タイガのあの一つの行動で
溶かした氷は大きかったね。やったね、進次郎。うん、おめでとう。ジェミニはね、まだまだジェミニが合流するのは先だけど、一番進次郎のことを応援してくれる、そのそばにいてね、存在してくれるっていうかな、一番の心の応援団になってくれるのは彼女なんだろうね。ま、君にも一役買ってもらうよ、理想のニューヨークのため。ああ、いいね。なんかサニーがそう言うと。そういうわけだから、これからもよろしく頼むわね、タイガ君。いや、いいね、この歓迎パーティーの光景ね。仲間になったって感じがするね。ラチェットさんとタイガってネクタイお揃いなんだね。はい、タイガ進次郎、粉骨最新の覚悟で頑張らせていただきます。期待してるわ。それじゃみんな、タイガ君に乾杯。そしてニューヨークの夜は更けていきましたとさ。ニューヨーク、ここでは法律こそがせん、全てが法に縛られていく。次回、人民の人民による人民のためのローン。さあ、改定の時間だ。摩天楼にバキューン。はい、それではご視聴ありがとうございました。見てくれた全国の隊長に敬礼。摩天楼にバキューン。